第二節、振幅。前の節では、音を出すものは振動していることを学びました。この節では、音の大きさと振動との関係をもっと詳しく見てみます。まず、問い一をやってください。小刻みに揺れ動くこと。つまり、一定の距離を往復運動することを振動と言います。その振動する物体の静止の位置から振動する最も遠くまでの距離を振幅と言います。触れる幅ということです。問い2、問い3をやってください。音の大きさは振幅の大きさによって決まります。大きな音は振幅が大きく、小さな音は振幅が小さくなっています。問い4をやってください。音の大小、高低を波の形で表す装置にオシロスコープというものがあります。オシロスコープでも大きい音の振幅は大きく、小さい音の振幅は小さくなります。問い5をやってください。これでこの節の説明を終わります。